いたくなる今時英会話。今回のフレーズはこちら。やばん、めちゃブルー。はい、辛いこととか嫌なことがあって気分が落ち込んだ時によく使いますよね。そうですね。でも僕はいつもポジティブなんで落ち込むっていうことがほぼないです。まあポジティブっていうか、はい、超鈍感ですよね。落ち込んでるやないかい。さて気を取り直してめっちゃブルーを実際に使うと、てかまあもうね使ってたような感じなんですけど、なんでそんな顔隠すの。例題はこんな感じです。どうぞ。あかりちゃん、今晩ご飯食べに行かへん？ごめん、今日はそんな気分じゃなくて。そうなんや。めっちゃブルー。いやー、なんかほんまに落ち込みそうなシチュエーションでしたね。まあよくあることですよね。さて、この会話を英語で言うとどうなるのか見てみましょう。どうぞ。Hey, Akane, why don't we go out for dinner? Sorry, I don't feel like doing that today. Okay, don't worry. I really feeling blue.めっちゃブルーは I really feel blue でしたね。日本語のブルーになるっていうのは英語から来てるんですね。そうですね、はい、ブルーを使った表現は他にもたくさんあります。例えば、はい、ブルーマンデーで憂鬱な月曜日。お、うん、かっこいいですね。そうですね、はい、A bolt from the blue は晴天の霹靂といった意味になりますね。なるほど、うん、ブルーを使った英語表現っていうのがたくさんあるんですね、うん。他の色もたくさんの意味があるので、はい、皆さん調べてみてください、はい、ではもう一度復習しておきましょう。 Hey Akane, why don't we go out for dinner? Sorry, I don't feel like doing that today. Okay, don't worry. I really feeling blue.いかがでしたか？ I really feel blue. 憂鬱な時や誰かに励ましてほしい時に、ぜひ使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。